その海外経験もあるって話になったし、はいはい、まあ一応沖縄とか結構やっぱ離島じゃないですか、はい、シンガポールも沖縄も、ね、ここでサッカーすることってなんかどういう意味もするかってありますか？あんまりないです。いや本当に沖縄エスパーに関しては本当に最初知ってもらったみたいな感じなんで、スケジュール見たらあったわ。あ、なんでこうなってんだろうって、ね、そうですよ。金銭的な都合 で、 ね、そういうところもそうですね。シンガポールだったら集合してまとめに行ったりとか。あ、そんな大きい国じゃないですもんね。そうですね、全然端から端まで電車で1時間くらいなすごい楽だな。全然、しかも電車も結構出てるんで、はい、東京みたいな感じですね。こっちに日本に帰ってくるっていう話もしてたじゃないですか、プレイしてみたいなことをおっしゃってたんですけど、なんだろう、なんか一回こうワン東京でしたっけ、あ、はい、あれ受けたっていう話を聞いて、でそっから沖縄に来たみたいな感じだったと思うんですけど、はい、やっぱりワン東京でやりたかったけど、でも拾ってくれたな本当に。いや、受かってたんですけど。あ、そうなんですか。そうですね。それはなぜここに。いや、ちょっとまあ正直ぶっちゃけるとそんなレベル高くない。あ、あとカテゴリーがやっぱりちょっと下すぎる。なるほどね。でもあったんで、新チームっすもんね。そうですね。本当は欲を言えばできれば JFL、J3 とかでやりたかったですけど、やっぱそんなうまくいかなかったんで、探しながら探しながら。そうっすね。なぜか。なぜかね。いやでもいつか見たいっす、本当に。なんか J3 とか JFL とかで、もちろんもっと上でやってると、ね、でも本当なんかもう、いやマジでこれ本当にあのなんだろう、別にコビ言ってとかわけじゃないんですけど、はい、めちゃくちゃ上手かったから今日試合見て、はい、すごかったんですよ。だから正直なんでこの選手で練習試合なのみたいな、なんか全公式戦じゃないんだと思って、これ。そうですね、すげえなと思って見てましたけどね。これも他にもいろいろ上手い選手が申し上げたら、杉山選手がこうめちゃめちゃいいタイミングで上がっていくから、あ、そうそうそう、あのみんな周り動きやすかったと思うし、もうちょっとゴールしますけど、ね、あー、私は出てないときもあったな。もうちょっと惜しかったですけどね。いや、左利きで180あってサイドバックのセンターバックできるってめちゃめちゃいいじゃないですか。そうなんです、そこは揃ってる場合いるんですよ、本当に。それもずっと言われてて、中学まで攻撃やってたんで。ああ、そっかそっか、言ってましたね。サイドハーフとかボランチするんですよ、はい、で、高校上がっても入学して3日目くらいの練習でセンターバック全然意味わかんなくて、ずっと毎日本当に、いやもうちょっとセンターバック前がやりたい、前がやりたいっすみたいに言ってたんですけど、いやもう絶対やっとけみたいな。めちゃめちゃ良かったと思うんですけど、今思えばそうなんですよ。サイドバックめっちゃ向いてると思いました。今思えばまあまあまあいいんですけど、その時当時コーチも1年目で入ってきた人がちょうど左利きのセンターバックで、で本当に重要大事だからみたいな、あんまりいないからって、本当にそれだけで上がってくやつも全然いるし、ね、で言ってて、ま
その時は本当にもう頭理解できなかったんですけど、はい、まあ、今思えばまあまあまあ確かになみたいな、うーん、一つの武器では大きな、あるなとは思いますけど、だから行けたのかもしれないですし、シンガポールにも、そうですね、まあ繋がっているといろいろと、そうですね、今日だ見てて思ったのは、なんだろう、すげえなんかパス来なかって、例えば右サイドでボール取られた時に、はいはいはい、戻る時にすげえ嫌そうな顔して帰ったっていうのと、あと爪当てすぐ外すなっていうのと、爪当て嫌いなんだろうなと思います。爪当てやすい。すげえ嫌そうに帰ってたから、はいはい、あれ面白かったですけど。いやあれ結構しんどいっすね。まあ逆も多分しかりだと思うんですけど。まあ、目覚ましになっちゃったことですもんね。そうですね、もうちょい頑張って切り替えて走れたらいいですよ、ね、いや顔に出てましたよかって面白かったですから。沖縄アイスファンの練習自体はどんな感じなんですか。いや本当にコンパクトに、分かるまでやるみたいな感じ、うん、であとはでも個人の判断入っていきながら、本当になんていうんですかね、決まりはそんなにないんで、うん、これって勝ちって決めるよりは選手によって、じゃあポジションによって、人の流動によってみたいな、うーん、流れの中で一個一個判断して、もうそのスピードをとにかく速く質を高く、なるほど。いやだからすごく見てて面白かったです、この試合。ありがとうございます。また次回いつか沖縄来ることあればまた見たいですし、そうですね、もしかしたらそっち側でやる可能性もありますから、あこっち側で日本本部、そうっすね、去年マジですか。あ、そうだそうだそうだそうですよ。はい。なんか結構話題になってましたね。いや去年じゃないかな。一回金沢かなって多分やってるんですね。来た来た来た。はい。結構話題になってました。なんかあっちの指導者の友達とかも、はいはい、原さんいるみたいな。ああまあそうっすね。でオーバーヘッド決めてたみたいな。ああそうそうそう。はい。2000年とかですか。2000年までやばいっしょそれ、はい、だって高原さんだって2006年のワールドカップとかだったんで、らしいっす、ね、はい、6歳とかですか。全然申し訳ないっすか。申し訳ないですけど、はい、すごかったです。今もまあすごいっすけど、本当に40歳自分があんだけ動けるかってやったら、まあ厳しいなっていうないかな。じゃあこれからじゃあどうしていきたいとかってあります。目標だったり、あとはなんか例えば僕自分がこういったとことしたいとか、はいはいはい、これからどういう風になっていきたいとか、もしくはそのアイビーサポの人たちとかサポーターの方たちに、はい、なんかこういったことを言っておきたいみたいなあったら、なかったら別なもない、まあ、今後は、まあ、自分も20歳なんで、今年21なんで、はい、そろそろちょっと上に上がらないと、年齢的にもやっぱりどんどん枠は狭まってるなっていうのが分かってるんで、3年目なんで今年も、そうなると大学3年生の年なんで、はい、そうなってくると来年くらいからやっぱ同い年が大卒でプロに入る、あーなるほどね、だとやっぱり自分が大学蹴ったまでこっちに行って J リーガーになりたい、 J リーガーになりたいって思われてるんで、やっぱ海外のプロになったらそれだけじゃなくて日本で J リーグの人たちでやりたいなと思ってるんで、そうなってくると、まあ、少し焦りはありますね。なんだかんだですけどね、同い年でも同じ学校にいたら、10番フォーマションシオンなんかも今すごいじゃないですか。他の小生の小生とかフェイスだけでもめちゃくちゃ活躍してるのを、まあ、見るとやっぱ大きな差を開いてるなと思いますね。本当に高校生の時同じカテゴリーでやってて、じゃあ前やってたやつらがやっぱりその一日一日の積み重ねで同じ、じゃあなんていうんですか、選手だったとしても、やっぱり J リーグにいるのと九州リーグにいるのじゃやっぱりどん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 差は広がっていくばかりなので、やっぱそういうの見ると焦りのはありますね。だからそろそろ本当に勝負に出ないとなとは思う。応援してます。めちゃくちゃ。
の動画出たこと自慢したいなと思って。そうですね、本当に僕も杉山選手にインタビューしたんだぜっつって、はい、ちょっと頑張ります。あ、いやいや、本当どこでもやっぱ応援してます。本当にありがとうございます、はい、いや本当にそれはサポーターなんで、はい、どこ行っても応援します。初めての僕、あの選手から LINE 来たの、LINE じゃない DM 来たの初めてだったんですごい嬉しかった。いや、まあ、めっちゃ面白い練習してんなと思って、はい、あー動画、練習の動画、練習の動画もちょくちょく見てて、あー、Twitter で、はい、自分もまあ将来的には指導者やってみたいなとは思ってるんで、めちゃくちゃ面白い練習してるなと思ってで、その後 RB の動画を見て、はい、今から見直したらすげえ出来がもうマジ悪いんですけど。そうなんですか。いや、まあ練習動画はまあまあ変わってないですけど。いや、ありがたいな、それ。面白い、考えさせられる。あれ全然大人がやっても結構ハードだと思います。はい、面白いと思います。結構本当に理にかなってるっていうか、やっぱサッカーでこういう場面が多いところで、はい、予測とかも、予測とか入ってたんですよ、たまたま見た動画が、はいはい、守備で、はい、それ見て、ユースの選手だったんで、結構、確かになみたいなまあね、練習はね、練習でしかないっていうのも、もちろんあっちゃあるんですけど、はい、でもやっぱああいうところ、ポイントポイントで切り抜いてやっぱやっていかないと、はい、いくら身体高くても、判断がね、そうですね。ぜひいい指導者になる、なってください、はい、いつか。以上かな、こんな感じで、はい、ちょっと長くなってしまいましたが、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。今回は、そうそう、はい、杉本壮太選手にお話を沖縄で伺いました。めちゃめちゃ海綺麗なんですけど、はい、明日からまた遊びに行きたいと思いますし杉本さん、本当これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ杉山さんのあのツイッターとか、下の動画説明欄とかに貼っといても大丈夫です、ね、はい、大丈夫です、お願いします。はい、まだなんかあったらぜひコラボとか、はい、リモートでいくらの名前でもできるんで今の時代。そうですね、はい、何かあったらよろしくお願いします。ちょっとアルビについてちょっと語りたいですね。アルビさん語りたい。あんまりアルビサポではないんですけど、はいはいはい、やっぱシオン出てるし、はい、ああ、じゃあぜひそれ次やりましょうよ。なんか、ね、試合一回見てもらって、はいはい、僕も見て同じ試合を、はいはい、なんかこう思ったことだったりとか、だって知ってた選手が出てるわけじゃないですか。そうですね、本当に同じ教室で勉強してたですよね、シオンみたいな、みたいな感じ、ようシオンって、はい、なのに、はい、あれやばいですね。昨日のジェフとかもすごかった。昨日見てないんですけど。見てないですか。制限やれた時とかは見ましたけど、はい、いやー、なんか制限もよくやってたんですけど、なんかあそこで勝っちゃうんだと思って、アルビが。やばいっすね。ちょっとぜひそういう感じの動画、はい、はい、リモートとかでやってください、ぜひ、はい、お願いします。またちょっとオファーします、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回はこんな感じで、はい、はい、本当わざわざ本当お試合の後でお疲れだと思ったんですけど、はい、ありがとうございました。切れるとこは切りますし、はい、やらなくていいとこは一応切らないで、いくと思いますんで、本当にこうリアルな話いっぱい聞けたと思いますので、ぜひね、こういったなんていうかな、地域リーグでも頑張ってる方いっぱいいらっしゃるんだよってことを知ってもらえればなと思いますし、これからどんどん上に上がっていきたい、そういったこう選手を応援したいなと思いますので、皆さんもよかったら、フォローしてください。以上、お願いします。いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあバイバイ。よいしょ、ありがとうございます。ちょうど32分。